ティエリアの中に入る。島谷が抜けていく、クロスが送られる、山崎、今度はきっちり決めた。3点目徳島、ついに山崎に得点が生まれました。3対0、後半の39分、さらにリードを広げています。しっかりと今ロドリゲス監督と熱い抱擁。苦しい展開です。大分今日注目の山崎、やっとゴールが生まれました。そうですね、うまく相手から離れて、島谷のクロスが素晴らしかったですけど、これでね、山崎が一つね、爆発してくれればというところですよね。重圧に押しつぶされそうになりながらも前半戦戦い抜いてきました山崎亮吾。今シーズンこれで3点目、2試合連続のゴールとなりました。